スタート。さあ、ヤシさんがスタート。画面左下、ワンピカですね。ヤシさんは、自己ベストを伸ばしているので、今回はなかなかやり込んできたんではないでしょうか。かなり10分半タイム持ってますんで、かなりいい感じで、プレーができる、かなりいいところまで進むと思われます。さあ、でもとは言ってもこの、A 組はですね、テントリスさん、SKR さん、S ケンさん、ゾンさん、もう本当に強豪揃いで、8分台のプレイヤーは1人、 S ケンさんが入ってますんで、前半なるべく稼ぐうちに稼いでおきたいという状態になっております。現在タイム、レベルは55。さあ、そろそろサルさんがスタートします。さあ、サルさんがスタートするまでに70ぐらいは稼いでおきたい。さあ、サルさんが今スタートしました。現在トップとの差は75。さあ、サルさんはかなりこれトラブル回避、おっと、これで、ゾーンさんが来ました。ゾーンさんが画面左上ワンピー側スタート。さあ、ここから続々スタートしていきます。さあ、次のスタートはケントリスさん。さあ、ケントリスさんが今スタート、画面右上。さあ、そして SKR さんがスタート。これ最後に残ったのは S ケンさん。 S ケンさんは唯一の8分台、ここはもうちょっと時間があるか。さあ、そろそろ S ケンさんもスタート。これで全員がスタートするというところで、ちょっとサルさんが危ない。さあ、画面下、右下のサルさんが危なかったが、今 S ケンさんがスタート。 S ケンさんがスタートした時点の、ヤシ君は約130、1位から6位までの間に130、レベル130の差があります。さあ、これ勝ち残れるのは4名のみ。現在誰も死んでいませんが、ちょっと地形が危ういのは、画面左上 2P 側、SKR さんがちょっと地形が悪い、が他のプレイヤーは大丈夫です。サルさんもちょっと、右が塞いでしまっている形、これはツモによっては危ないが、サルさんはこの危機回避はものすごく能力が高い。ここはあーっと、これ危ない。さあ、さあ、ケントリスも危ない、ケントリスも危ない、ちょっと危ない人が出てきているが、ケントリス、ここは水色さえ引ければしっかり回避できる。さあ、来ない。さあ、どうだ、どこに入れる、うまい。さあ、水色をきれいにかまして、青を入れればこれでなんとか1名は取り留めた形。さあ、現在トップは200を回ったヤシさんが200を過ぎています。さあ、そして今ピンチを回避したケントリス、画面右上も、100を通過。現在トップは216。さあ、そして相変わらず形が悪いのは SKR さん、形が悪いが、さあ、ここでなんとか SKR さんが、ここはなんとか100を通過してきました。さあ、ゾンさんはかなり調子が良さそうだ。ゾンさんはかなり調子が良さそうだ。150を超えてきている。さあ、 S ケンが危ない、画面右下 2P 側 S ケンが危ないが、ここはなんとか回避できる唯一の8分台この組。さあ、ここは焦らなきゃいけない8分台であるので、ちょっとトラブルはなるべく避けたいところでしたが、なんとかここは回避しました。さあ、 S ケントラブル回避。さあ、トップを走ってるヤシ君が今度形が危ない、画面左下、一人でワンピでやっているのがヤシ君、これはちょっと形が悪いか。さあ、ここはなんとか穴を開けて棒を入れれば、おっと、ここでオレンジを入れて冷静にトラブルを回避しました。さあ、ヤシ君トラブルを回避。そしてケントリスが200突入。さあ、現在トップは290を超えている。さあ、ゾンさんも200を超えて、サルさんも200を超えている。さあ、サルさんはかなり高い位置で粘って早めに積んでいます。さあ、そして、現在トップのヤシさんは300に突入。さあ、最後追いかける、S ケンさん、6番手で追いかける S ケンさんも200に入ってきました。現在トップと、6位の差は110程度。さあ、さあ、そうしてる、そうこうしてるうちにヤシ君がちょっとまた置きミスがあった。ここはあんまりもたもたできないぞ。さあ、ここは綺麗に回避できた、ここは綺麗に回避します。さあ、ヤシ君綺麗に回避した。さあ、現在345。そしてゾンさん、そして画面左上のゾンさん、S ケアさんはかなり、S ケアさんはかなりピンチを出し、ピンチだったんですが出して、今綺麗な形に戻っています。さあ、その 1P 側ゾンさんが現在300を通過、そして、サルさんも300を通過していますので、トップにだんだんと、ヤシ君にサルさんとゾンさんが迫ってきている形。ケントリスさんも300に突入したがちょっとミスがあった。さあ、ここの、オレンジのミスはちょっと痛いが、ここはうまく回避できそうです。さあ、さすがうまい、ここは素晴らしい形で回避できそうです。さあ、ヤシ君、400台に突入。さあ、ヤシ君なかなかいい感じで先行しています。さあ、ヤシ君が先行している。そして、次に400台に入ってくるのはおそらくサルさんですね。サルさんが入ってきそうだ。
猿さんあるいはゾンさんかどっちだ。さあ2番手1番手はもちろんヤシチ君。さあ今猿さんが400台に突入した。そして3番手はここはちょっと止まらなかった。ゾンさんが今400台に突入。そして、そろそろ、ケントリスさんも、エスケアさんも来そうだ。そしてエスケンさんも追いかけてきてるのでそろそろ400台に入ってくる。さあそうこうしているうちにトップのヤシ君は完全クリーンな形になって460を回っている。さあ、画面右上ケントリスさんが400突入。さあヤシ君もかなり調子がいい、470を超えてきた。さあ前半はかなり綺麗な形で折り返せるのではないでしょうかヤシ君。さあここはどうだ。さあ入ってきたぞ。さあまず 20G1 番乗りはヤシ君になりそうだ、間違いないところだ。さあ今ヤシ君が 20G に突入。さあ5分45なかなかの好タイム。さあ2番手は誰だ。2番手は、さっきの方ちょっとサルさんか、画面左上ワンピがゾンさん、どちらでしょうか。さあどちらが先に入るんでしょうか。どっちが先だ、これは入れ替わるか。さあゾンさんが先に来た。ゾンさんとサルさんの順位が入れ替わりました。さあ2番手はゾンさん、ここは勝ち残るのは4名。1位と2位にはアドバンテージタイムが、あーっとエスケンが危ない。エスケン画面左上、あーっとここは厳しかった。エスケン460失速。さあ、まだ敗者復活があるのでしばらくお待ちください。さあそしてケントリスが500に突入。現在トップは567。さあでもゾンさんとサルさんがヤシチ君にかなり肉薄してきています。さあ今エスケアルさんもちょっと苦しみながら 20G に突入。さあ現在トップのヤシ君、ヤシ君形があんま良くない。ここは水色が欲しいところ、ちょっと厳しい形になった。さあヤシ君が厳しくなった形になったとは言いながら皆さんもそこそこ厳しい形、サルさんだけが唯一今綺麗な形をキープしています。さあ600台に突入したのは、ヤシ君600台に突入した。2番手はさあゾンさんが真後ろに来てる。今ゾンさんが600台に突入。さあ危ないのはケントリスが危ない、ケントリスが危ない。これはどうだ、引けるか。さあここでうまくいくか、ちょっと厳しい。さあバンジキュース、ケントリスさん窒息。さあここで勝ち抜けが決まりましたね、ほぼ勝ち抜けが決まりました。今プレイしている4名の勝ち抜けはほぼ確定、あ、これで確定しましたね、これで確定しました。さあでも順位が、1位と2位はアドバンテージタイムをもらえるのでここは頑張っていただきたい。現在トップはさあ、スキャルさんが600に入ったが、トップのヤシ君とヤシ君、サルさん、ゾンさんがほとんど並んできましたね、ほとんど並んできました。さあどうだ。さあちょっと皆さんちょっとずつのミスがあるがかなり盤石な形で、さあ今トップが入れ替わりました。トップはゾンさん、ゾンさんがトップに立ちました。さあゾンさん全くトラブルなし、綺麗な形で今700に突入しました。この調子でいくとゾンさん、あるいはサルさんで、あっとここちょっと見ない間にサルさんがかなり見慣れている。さあサルさんこれは大丈夫なんでしょうか。さあサルさん棒が引けるか、引きました、棒引いたが一列も消えない。さあどうだ、サルさん危ないぞ。画面右下に注目。さあここはどうだ、生き残れるか。さあこの仕掛けはいらない。さあどうだ。さあサルさんここはパンチ、おっと切り抜けた。さあどうだ、ここは縦に棒を立てていく。さああとは、さあどうだ、もうおっとここは、さあこの赤をきれいに入れてオレンジを取り返す。さあこれは厳しいか、なんとか抜けている。あーっと走行するうちにヤシ君が危ない、ヤシ君が危ない、ヤシ君もピンチだ。さあヤシ君、さあーっとここは窒息、770で窒息、778で窒息。さあーっとサルさん及ばず。さあ1位2位はこれはおそらく画面左上の2人に1位2位がなるような形です。さあ現在差はかなりついてしまう、なんということでしょうか。これはちょっとかなり荒れた1回戦 A 組。さあそうこう言いながらゾンさんはもう盤石ですね、これは素晴らしい積みで、現在800もそろそろ、800後半に入ってきています。さあそして追いかけるのは SKR さん、 SKR さんが頑張って追いかけますがちょっと差が開いているか。さあ今800台に入ったがもうそろそろゾンさんは900台に入るところだ、ちょっと厳しいがこの2人が1位2位は間違いないところでしょう。さあここでまあ確定。そしてゾンさんは
これかなりいいタイムじゃないですか。さあ、ゴンさんが今920を回ってきます。さあ、そしてタイムの方は9分台、9分40秒ぐらいの感じでいくかもしれません。さあ、かなり綺麗な形でゾンさんはさ、エスキャラさんも苦戦しながらもここまで来ました。そろそろ800、後半に入ってきています。さあ、ゾンさん、そんな中ゾンさんは完全に安定した形で、これは素晴らしいプレー。さあ、ちょっとミスがあったが、さあ、ここは素晴らしいプレーで最後締めくくるか。ここはうまく、さすがゾンさん。さあ、かなりの古参プレイヤーではありますが、最近復活してきて非常にいいプレーを見せております。さあ、今 GM 9分41秒、素晴らしいタイム。さあ、9分41秒で今1回戦 A 組を1位で通過しました。さあ、そしてスキャルさん、これ2回戦のためにちょっとアップも兼ねてしっかりと GM を出しておきたい。さあ、地形は盤石になった。ここからスキャルさん飛ばすのか、無難なプレーをするのか、どっちだ。さあ、非常に綺麗な地形に戻っていますが、ここは2回戦から準決勝、決勝と試合がありますから、1回 GM を出して気分を捨てておきたい。さあ、非常に綺麗な積みを SKR さんも展開しています。さあ、ここは無理なく GM でテドリスで消していく。さあ、ゾンさんが9分41に対して、ちょっともう SKR さんは10本を超えてしまっているが、さあ、そろそろ GM になるか。さあ、今 GM 10分19秒、タイムこそ良くはなかったですが、最後の地形は素晴らしく綺麗でした。さあ、1位は、ゾンさん、2位が、SKR さん、3位が、ヤシさん。